東じいチャンネル。皆さんこんにちは。東じいチャンネルの東です。久しぶりの投稿になりますけど、皆さん風邪などひいてないでしょうか。トロントはですね、今朝マイナス14度の、ポカポカお天気でございました。はい。今日はですね、皆さん待ちに待ったマーベラスデザイナーの解説動画上級編でございます。はい。前回と前々回で、T シャツとパンツと作ってきましたけども、今回ダウンジャケットでございます。僕もね、マーベラスデザイナー始めたての時によくYouTube の解説動画とか見てたんですけど、まあね、やっぱ分かりにくいですよね、あれ。まあ英語だし、めっちゃ長いし、なんか早送りしてたりとかね、あ、なんかよく分かんねえわっていうの多かったんで、はい、今回はですね、なんとか皆さんが分かりやすいように日本語で頑張って動画作りました。で、今回型紙を探したんですけども、あんまりね、そのダウンジャケットの型紙っていうのがなかったんで、もう作りました。はい。もう自分で T シャツのある型紙からいろいろ工夫して、サイズ合わせて作ったものを型紙としてスクショ撮って、使ってるんで、皆さんに後で Twitter とかでシェアしていきたいと思います。まあ、ということでね、今回上級編ということで、まあ初級編中級編にはなかったような、すごくね便利な機能たくさん紹介してるので、ぜひね、明日から学校で自慢しちゃってください。何ですか、 TikTok ですか。はい、流行ってますけど、まあ、あのね、盛り上がってる輪の中に、昨日東ジジチャンネル見たっつって、割り込んでって滑り散らしてほしいですね。はい、もう今やね、東ジジチャンネルチャンネル登録者数408人を超えるお化けチャンネルになってますけど、はい。まあね、引き続き僕のチャンネルが伸びることを願いながら、動画の方に参りましょうか。じゃあ今日も楽しんでいってください。どうぞ。東じいチャンネル。はい、じゃあ早速やっていきましょうかね。今回作る、ダウンジャケットなんですけど、まあ雰囲気ね、こんな感じです。まあこれあくまでイメージなんですけど、これよりちょっとね、しっかりめのやつを作っていきたいんですけど、大体こんな感じだっていう参考を見ていただければいいんじゃないでしょうかね。で、まあ、皆さんの頭の中にイメージを焼き付けたところで、もう早速ね、作っていきましょう。なぜならこれ今日ね、4回目の撮影です。なかなか大変だったんでね、何本も撮り直すことになったんですけど、気にせず参りましょう。で、T でね、編集していきましょう。もう何回もやった工程ですよね。なのでね、まだ上級編って書いてないから、初級編しかないですけど、初心にね、戻って頑張っていこうということで、はい。これが僕が作った型紙になります。で、まあこれがフードの部分。で、まあ腕、まあ前後ろって感じなんですけど、基本僕 T シャツからもう作ってます。はい。T シャツの型紙さえあれば、まあ上に着るものはほとんど作れちゃうんで、まあ応用してみてください。で、T シャツからちょっと首元をゆったりさせて、腕周りも少し太めに作ってます。なんでかっていうと、まあアウターなんでね、重ね着するときにきつくならないように、ゆったりめに作ってあげてます。じゃあもう早速ね、どんどこ行きましょう。ということで、これを今から着せていくんですけど、まあ、このね、型紙、これは要はフードです。はい、この2つ。これを複製して、これを見てもらったら分かるんですけど、側面、上、側面って感じで、3パーツに分けてね、作るんで、こんな感じになってます。もう、早速着せていきましょうか。まずはその前に、大きさを確認して、なんてことだ、ぴったりだ。で、これをね、シフト F、アレンジメントポイント。もうね、最強のツールという名を欲しいままにしてる。最強のツールの名を欲しいままにしてる、はい、アレンジメントポイントでやっていきます。このヘルメットはね、コントロール D で複製しておいて、これもコントロール D で複製しておいてください。アレンジメントポイントでつけていきます。こんな感じ。もうね、このフードもなんか想定内だよってぐらい、
全部アレンジメントポイント揃ってくれてますね。全てに対応します。なんであとは縫い目をつけていきましょうと。ちょっと早めに終わらせたいな。ルームメイトのねマリックがダイソーみたいなところで働いてるんですけど、そのマリックが帰ってくるまでの間になるべくね声を出す作業は終わらせておきたい。うん、なるべくやっぱ迷惑はかけたくないからね。でヘルメットはまああのあらかじめ僕ね採寸して作ってあるんでそんなに大きく違わないと思います。で塗っていく時の注意点なんですけど、分かりやすいようにオパシティをマックスにしましょうか。ちょっとね最初にシミュレーションしよう、分かりづらいから。この3つはコントロール K でフリーズかけておきます。でシミュレーション、はい、普通のロンティーみたいな感じですね。ロンティーがちょっとダボっとした感じで、ここにフードをつけていくんですけど、今回ね色が見にくい、やっぱりちょっとねエメラルドグリーンはダメだ。じゃあマダムパープルにしよう。マダムパープルが一番いい。このねあのフードの片側とここを縫っていきたいんですけど、実はねちょっと後ろにもかぶってるっていうことで、ここぐらいまでこのサイド面を使いたいんですね。で真ん中でサイドって感じでちょっと後ろに食い込んでいく感じをちょっと今から縫っていきましょうかその説明だけのためにさ、マダムパープルの強さあった、MN フリーソーイングに切り替えてエンター。はい、複数のねオブジェクトをまたぐ場合は MN を使うっていうお約束でしょうね。でここね MN フリーソーイングもフリーソーイングと同じで、片側を縫ったらもう片方を縫うときにエンドポイントが自動的にこうやって吸着してくれるんで、これで縫っていきましょう。で両側が縫えたんで、はい、今度はこの棒状のものを縫っていきます。はい、フリーソーイングですね。フリーソーイング縫っていきます。まあ、採寸したからね、だいたいね、だいたい一緒です。はい、だいたい寸分狂いなくいってます。でこっちもねフリーソーイングしてあげましょう。これ測ったんでね、だいたい一緒です。はい、だいたいだからね、こんな感じで。もう気にしなくていいよこんなのは。で、まあ、フリーズを解いてあげると、コントロール K もう一回押せば解けますと。でシミュレーションやると、ほらかわいい、なんかいいねこれ。でこれでフードができましたと。すみません忘れてたんですけど、実はマーベラス9からたくさんね機能が搭載されてきたんですけど、その中で一番目玉となる機能、これをね僕紹介するの忘れてたんですけど、実はCPU と GPU で使う場所が変わったんですね。このシミュレーションするときに、今までは CPU を使ってシミュレーションしてたのが、 GPU でシミュレーションすることによってすごく早く、負担が少なくシミュレーションできるようになったっていうのがあったんですよ。で僕それ楽しみにしてて、そんな早くなるんだ、確かに遅かったもんなシミュレーションと思ってたんですよ。まあ僕今9を使ってるんですけど、まあなんかねいつもと一緒じゃんと思って、何をそんな大風呂敷を広げてさ、またなんかね広告のあれでしょみたいな、どうせそれなんだよみたいな思ってたんですよ。そしたらここ長押しすると、ここにシミュレート GPU つって切り替えるタブがあるんですよ。これ切り替えてようやくなるらしくて、僕はですね今までやったやったと思って9に変わったぞって言いながら、ずっと昔の CPU のシミュレーションを使ってました。でこれ切り替えてようやく今 GPU のシミュレーションになったんで、速さがね全然違うらしいんですよ。まあぼちぼちね、僕の作業を見ながらちょっと見ていっていただけたらなと思います。あれ変数者だな。じゃあねまずいろんなディテールをつけていくんですけど、まあこのチャックをね切る前にいろいろやっていきましょう。でまあ切るとシミュレーションするためにペラペラしててめんどくさいんで、まあなるべく最後に切りましょう、切れ目は。でここにねこのお腹にあるその線を作っていきたいんですけど、まあこれでねこのインターナルラインを手に取った人は要注意。まあこれでももちろんいいんですよ。これで一個一個こうやって引いていって、でもいいんです。ただね、マーベラスデザイナー、すごく便利な機能あります。はい、オフセットアズインターナルラインですね。まあ何度かこのチュートリアル動画にも出てきましたけど、ここでナンバーを設定して、こうやって伸ばしてあげると、はい、等間隔で配置してくれます。で、これはね、その今、腕のくびれの部分とかありますけど、ここはね、全部考慮して、ちゃんと飛び出さないようにラインを引いてくれるんで、これを使わないではないですよね。ぜひぜひこれを使いながらやってください。ダメだ、マダムブラウンはちょっとダメだな。ちょっとねこのチャンネルを見る人に不快感を与えてしまいかねない。うん、なんか落ち着いた、てかもう普通に灰色でよくないか。いや、灰色で行こうよ。でも灰色って見づらいんだよね。だから、やったしな。
あえてどうしようかな。あえて、マダムリップピンクでいくか。うん、マダムリップピンクでいくで、これいっぺんにやってくださいね。両方選んで同じように、はい、これやってください。必ずね、表裏揃えるようにしてください。んで、同様に腕もやっていきましょう。腕もだいたい4本ぐらいかな。はい、いきます。同じ感覚ですね。でですね、ここで一つコツがあるんですけど、もう見てみたら分かる通り、ちょっと引っ張られてる感じしません？布が、この縫ってあるんで、やっぱりここがどうしても硬くなるんですね、本来の布の材質よりも。ってことは、この布をちょっと引き締めてあげないといけないんですよ。今ね、服の上にただ線を引いただけなんで、シミュレーションしても、まあ、ただちょっとパキってなるぐらいで何も変化ないですよね。これをね、締めてあげるとよりそれらしくなるんですよ、っていうツールがもちろんあるんですね。エッジをすべて選びまして、でね、こうパッと見ただけじゃ分かんないんですけど、ここエラスティックってとこあるんですね。これが要は伸縮性とか伸縮性のあるとかいう感じの意味なんですけど、これオンにしてあげるとようやく出現する項目で、で元々もう設定が決まってます。でストレングスっていうのは強さ、レイシオっていうのは、割合ですね。でこれ 100% だと何もの伸び縮みがない状態で、デフォルト 80% なんで、すでに糸が短くなるように設定されてるんですね。 80% に短くなるように設定されてるんですけど、今回そこまでいらないんで 95% ぐらいにしときましょう。僕はもう検証済みなんで、まあ、ストレングスもね20ぐらいで十分かなと思います。はい、これでシミュレーションすると、このちょっとキュッと引き締まったの分かりますかね。これをちょっと利用して作っていきます。なんか物足りないですよね。あれ、なんかこのふんわりした感じ全然ないですけどみたいな。慌てないでください。ここで、まあ、今からね、ポケット作ったりとか、ちょっと切り離し作業とかするんですけど、その前に、まあ、どうやったらこんなふんわりになるのかっていうのを、ちょっと最初にやっておきましょうか。イメージがしやすいんでね。で、マーベラスのチュートリアル動画を何回か見たことある人はわかると思うんですけど、まあ、みんなね、Ctrl-CV で、こうやってコピーペーストして、で、要はね、上に同じ布を作りましたと、今。これを、こうやって重ねて着せるんですよ。今、服が二重に重なった状態ですよね。で、これを、内側に綿を入れるんですよ、本当は。でも、今回は、マーベラスデザイナーは、それをまあ、仮に空気でやってるんで、空気で膨らましてあげるんですよ。このダウンジャケットをね。なんで、今作った、この硬い縫い目、同士を縫います。表面と裏面の縫い目を縫っていきます。そしたら、縫い目以外のところは、空洞ができますよね。ここの空洞に空気を入れてあげることで、ふんわり膨らんで、こんな感じになります。なんで、まあほとんどのね、チュートリアル、こうやって縫ってあげてます。表の布と、裏の布の縫い目だけをこうやって縫ってあげて、もちろん外側も全部縫ってあげて、で、シミュレーションってやって、ふんわりさせます。なんですが、この工程、すべていらないです。すべて、無駄です。僕、ジョジョ読んだことないんでわかんないですけど。これをね、全部掴んで、右クリックして、これレイヤークローン。これオーバーアンダーあるんですけど、要は上を複製しますか下を複製しますかっていうことなんで、僕はね、アンダーを複製します。複製したものが下に来るように複製するっていうことですね。なんでそうするかっていうと、こっちとこっち全く同じではなくて、縫い目がね、反映されてないんですよ。B で縫い目編集ツールで見ると、わかりますかね？複製した後に自動で縫ってくれてるんですよ。いちいち縫わなくても、このツール使えば全部縫い目が反映されてるんです。ただし、自分で引いた縫い目に関しては、全部上で反映されてないんですね。なんでこれだけはね、こっちで編集するときに使いたいときもあるんで、自分がこの下に置いてる方をメインとして使いたいんで、こっちを表側にしときます。なんで裏面をコピーするんですね。はい、でシミュレーションしてみると、こんな感じ。これやばくないですか？もうふっくら同じような感じになりましたよね。で、僕今綿詰めしてないんですけど、まあなんでこんな風になるかっていうと、まあ糸で縛ってるからなんですね。糸で縛ってて、なおかつ割がね、少ないんで、これをね、増やしてあげるとぺったんこになります。その時にもうふっくら仕上げられるように空気を入れてあげます。で、これ今から空気を入れていくんですけど、コツがあって、今まあ、綿が入ってるジャケットって、要は綿が入ってることによって表面は表面にぷっくり出てきて、裏面は裏面の方にぷっくりへこみますよね。なんでその原理で、裏面、この上の方の裏面はここプレッシャーってところで圧力をかけられるんですけど、これ上げると手前に出っ張ります。でこっちは裏面は奥に出っ張るんで、マイナス5、まあ5ぐらいで十分です。で、こっちには5を入れてあげます。で、入れてあげるとふんわりになるんですね。今はあんまり分かりにくいですけど、これ最終的にポリゴン上げるんで、ポリゴンめちゃくちゃ増やすんで、その時に分かりやすいかなと思います。で、今分かりづらいけど、めちゃくちゃ増やすとどうなるかっていうと、プラス50って感じでいくと、ほら、かわいいよね。こんな感じ。
なんでこの原理を応用すれば布団とかもできちゃいますし、まあ何か膨らませたりとかサンドバッグとかね、それでできたりします。これすごく使い勝手いいんで使ってみてください。ミシュランくんになってしまいましたけど戻します。で最終的にこれをやるんで覚えておいてください。でその前にね、まあいろいろ作っていきます。で次に作っていくのはまあポケット部分ですね。であとは、まあ、色が違うところ、今回僕が作るのはデザイン違うんですけど、その色違いの部分とか、あとはあのチャックの上に、まあ、風よけとかであるこのカバーありますよね、あれもつけていきたいと思います。てな感じで、じゃあまずポケットなんですけど、もうポケットもシンプルです。ポケットがどうやって作られているのかを考えればごくごくシンプルですね。こんな風にポケット適当に作りますよね。まあサイズ気になる方は調整していただいて、はい、でこれを持って回転させて斜めに仕上げてください。ちょっと離してこんぐらいかな。でエッジを掴んでカット、もうこれ1個丸々ボンと掴んでもらえればいいですね。でポケットの原理わかりますよね。まず最初に全部切って、ここの内側に近い方だけひっつける、するとこっちに切れ目ができますよね。でこの切れ目に黒をこうやってつけていくっていう感じです。なんでまずいらないエッジをね消します。こんな感じで、で N で内側だけ塗ってあげます。でシミュレーションでするとこんな感じで、もちろんね上も塗っていきます。ちょっと忘れてましたけど、へい、はい、こんな感じで、はい、今切れ目ができましたね。で袋は後で膨らました後とかにでもつけていくんで、一応このままにしときましょう。でいよいよディテールを入れていくんですけど、やべマリック帰ってきた。じゃあここにねディテールをつけていきましょう。 G、 これで切っていきます。まあ、僕はねリファレンス見ながら作っていくんで、この辺かな、この辺から切れ目入れてこんな感じで、前の動画でも言ったんですけど、これ切れ目入れただけじゃ切れ目入れた先のエッジは分割されないんですね。なんでこれを押してあげて、アドポイントトゥインターセクション、これでポイントが打たれます。でもこれでまだ分割されたわけではないです。消したらどっちも消えちゃうんで、これをどっちか選んでディバイドインターナルラインってすると完全に、お互いがね分割されます。ってことでこれを選んでカット&ソー、はい、カットしてなおかつ縫い目もつけてくれるっていうツールですね。これで縫い目もちゃんとできてますね。で他もねちょっとカットしていきたいと思います。わかりやすいようにもう色変えちゃおっか。追加してまあ簡単に白でいいか、白で色変えといて、でフードの方も、つけていこうと思います。でこっからスタートしたいんだけどなっていう時にやっぱりクリックするとこんな感じで目印ができます。なんで、はい、この青点がね今クリックしたところなんで、これを目印に G でカットしていきましょう。だいたいここぐらいですよね。真上にちょっとずれたけど大丈夫だね。で Z で選んでカット&ソーで、こっちも分割されましたね。で、このフードの方に色をつけていくと、お、意外とおしゃれなんじゃない。で、こっちも同様に背中の方もつけていきたいんで、ここっつって目印つけて、はい、ここをねカットしていきます。もう勝手は同じですね。で、この先をアドポイントインターセクション、ディバイドインターナルラインで選んでカット&ソーで色を入れていくと、はい、こんな感じでディテールできました。であとはまあ腕もねあったんで腕も入れていきましょう。で腕なんですけど、今からねこの字にこんな感じで入れていきたいんですよね。ここの分割がなかなかうまくいかなかったんですよ。ここの字に引いてこの縦2つのラインはねうまくいったんですけど、こんな感じでこんな感じで引いて、ここの2つは分割できたんですけどね、ここだけ分割ってのができなかったんで、ここはね、それをする前に切ってあげましょう。はい、カット&ソーであらかじめここだけパックリ割っといて、で、後からインターナルラインで切っていきましょう。多分2本以上のラインでここを分割することができないみたいですね、多分。で、まあさっきみたいにこうやって手で引いてもいいんですけど、この中心から同じ距離だけを切りたいっていう場合は、便利なツールがあります。で、ちょっとそのサイズ邪魔なんで、これ消しときましょう。Z 選んで、Z でエッジ選んで、これスプリット。これはいろんな方法で辺を分割できます。で、この真ん中のスプリットバイレングス。これやると、ディレクションでありますよね。これセンターにしましょう。これディレクションは 何かっていうと、どこを基準にしますかっていう。で、真ん中を基準にします。
で真ん中を基準にこれ3分割しますってなるとこんな感じで、はい、左右対称に分割線を引いてくれるんで、これ真ん中にポイントがあるとね、片側片側って二度手間になっちゃうんで真ん中消しました。はい、こんな感じでまあ同じ幅ずつにこうカットしてあげて、はい、今エッジが分割されたんでこれを基準にインターナルラインをこうやって引いてあげます。こんな感じで、はい、非常にね見づらい色になってますけど、はい、我慢ですね皆さん。でカッターの層してあげるとこんな感じで綺麗にいけたんで、ここもね僕が今見てるリファレンス通り色を入れてあげます。はい、これなんか意外とおしゃれだぞ、意外といい感じじゃないか。はい、こんな感じでできましたと。でまああれですね、本来の色には最後に戻してあげましょうか、せっかくなんでね、せっかく綺麗な色ができたんで。まあここまでできたら、あと忘れてた、でこの下側もちょっとディテールつけておきましょうか。オフセットパターンアウトラインでここをちょっと押し出します。でクリエイトインターナルラインすることも忘れずに OK で、押し出したところも忘れずに縫いましょう。で先ほど作ったインターナルラインをエラスティックでちょっとキュッと縮めてあげると他の布と同じような感じになりますよね。はい、こんな感じでもうこれでねほぼできたんで、早速ね前側を開いていきましょうか。はい、この真ん中をインターナルラインでぶった切って、でカット、はい、で切ってあげます。でちょっと余裕を持たせておきましょうか。はい、こんな感じで余裕を持たせておきます。で一応シミュレーションで見ておきましょうか。こんな感じ開きましたね。でよくある風よけの布をねここに作っていきましょうか。もう本当に適当に四角を出してこんな感じね。でフードも込みなんでフードの部分をちょっと伸ばしてあげましょうか。でフードはねちょっと測んないとあれかな、大きめに作って MN フリーソーイングでここの長さとここの長さを測ってエンターして、でここの長さを測っていきましょう。で決まったんでエンター、G 持ち替えてインターナルラインを引いてあげますと。で引いてあげたらカットします、いらない部分は消します。で採寸してあげました。でこれをそのままコピーして、ちょっとね上にかぶさる方はちょっと厚めに作ってあげましょう。だいたい見るとこんな感じになってるんでね。で同じく MN フリーソーイングで塗ってあげますと、エンターエンター、こんな感じで、まあシミュレーションしやすいようにくっつけてからシミュレーションしてあげましょうか。こんな感じで、はい、どうでしょう。ここのラインはね色違うんだよな、デフォルトちゃんとね、マザーリップパープルにしてあげよう。そんな名前だったっけマダムパープルリップだったっけ、まだ、なんでもいいや。で、これができたら、皆さんお待たせいたしました。膨らましていきましょうか。全部選んで、さっき紹介した紙ツール、レイヤークローンアンダー。これで複製していきますと。すると、はい、すべて縫い目が、ここに綺麗についてますよね。完璧だよ。で、シミュレーションしたら、ふわ、こんな感じ。めちゃめちゃダブってるんだけど大丈夫、あれなんかそんな綺麗にいかない。今シミュレーションした感じ、内側の布がこうパッて出てきてますよね。そんなことになるのでシミュレーションする前にあらかじめ圧力を決めておきましょう。あらかじめプレッシャーをかけておきましょう。マイナス5で、こっちはプラス5で、プレッシャーをかけておくと、あれうまくいってないんですけど、はい、こんな感じでね、まあ引っ張るしかないんでちょっとこう調整してあげましょうか。はい、こんな感じで隠れましたね。あ、めっちゃかっこいいじゃん、この服おしゃれじゃん。で、次ね、これがもう終わったら、袖とポケットを作って完成です。袖ね、このままでもいいんですけど、この寒くないように手首だけキュッてなってるやつありますよね。それを、まあリファレンスがそんな感じなんで、それ通りに作っていきたいと思います。の前に、これね、袖を作るときに、ちょっと、ここはね、干渉して邪魔になることがあるんで、一旦ね、ここ巻くときます。ギューンとまくりまして、でここでシミュレーション終わって、この腕を選びます。
これね、フリーズでもいいんですけど、ちなみについでに紹介しておきますね。で、ミークリック。ここでソリディファイってあるんですよ。これソリディファイ押すと、シミュレーションしても、あまり下がってこない。はい。硬くなります。材質が。なんで、袖まくり、腕まくりとかしたい場合は、これ使ってください。はい。こっちもちょっとやってみましょうか。こんな感じで腕まくりしたら、オブジェクトをこっちで選んで、はい。これで、ミークリックで、ソリディファイってすると、硬くなります。まあまあ下がるんだね。まあまあ下がるみたいですけど、これだけね、ゆとりがあれば大丈夫だと思うんで、S でまだまだ適当に作っていきましょう。もう早速縫っていきます。MN フリーソーイングで、こんな感じで。エンター。で、忘れずに袖の方も縫ってあげて、はい。で、できたら複製しましょう。コントロール D で複製しましょう。するとね、縫い目もちゃんと複製されるんで、で、これで選んで、ポチってやるとすぐにシミュレーションできますよね。こんな感じで。で、袖は、ゴムが入ったような素材のものを使うと思うんで、僕は、ここは二重にしないで、後で作りました。まあ、袖ができたら、あとはポケット作っていきましょうか。で、適当にまた S で、ポケットになりそうな四角を出して、もうすぐだね。はい。大きさも揃えて、適当にね。あくまで適当にね。CV でコピーして、最初に、コントロール G で反転させて、こうやって、ここでミニポケット作っていきましょう。N で縫い目を作っていきます。で、ポケットになるところ以外を、こうやってもう最初に縫っておきます。こうかな?はい。で、この状態で、ここに持っていきたいんで、で、邪魔なんでアバターはシフト A で消しておきましょう。で、こうやって、シミュレーションしやすいところに持ってきたら、N でね、ちゃんと縫っていきましょう。で、入り口なんで、ここと、こっちですね。ポケット側。で、まあ、見やすいようにね、3D で縫うこともできます。こんな感じで。ちなみにこの上にあるツール、ここに縫い目ツールとか、結構あるんですけど、ここに表示されてるものは、この 3D ビューで使うことができます。はい。で、終わったら、コントロール D で複製しましょう。そしたら左右に作られるんでね。で、これも、ちょっと、シミュレーションしやすいようになるべく、内側に入れときましょうか。こんな感じで。で、シミュレーションってやると、で、ここ縫えてないな。ちょっと待って。これたまにあるんだよね。ここだけ縫えてないってやつ。縫えない。縫えた。はい。ちょっとここ縫えてなかったんでね。ここだけ縫っていきます。OK。ん?あ、くっついてる。で、すると、こんな風に、干渉してますね。はい、こんな風にポケットできましたよね。ということで、ちょっとアバターも出していきましょうか。はい、こんな感じ。できました。せっかくなんでね、ちょっとバージョンいろいろ作ってみましょうか。閉じたバージョンとか、チャックができるであろう、ここを縫っていくと、ここにインターナルラインできるんだよね。ごめんなさいでした。ここにね、インターナルラインがなぜかできちゃうんで、ここ消しときましょう。んで、ここを、N で塗っていくと。はい。ただ、はい、ここのね、内側にあるピロピロは内側に入れたいんで、はい、これはそのまま、持ってあげて、アバター消して、後ろ側に潜り込ませて、もう一回シミュレーション。ってすると、こんな感じで綺麗に引っ付きます。でね、ここ今、結構、ピタンって立ってますよね。これ後で、今割りがすごく少ないんで、こんな風に立ってますけど、後で割り多くしてあげて、なおかつ、ある一工夫すれば、これちゃんと収まるようになるんで、こんな感じ。超良くないですか?これ本来の色にちょっと戻してあげましょうか。僕がずっと見てたリファレンスの色にちょっと戻してあげますね。こんな感じ。かっこいい。かっこいいね。ちょっとこの赤線削っか。で、フードかぶせると、こんな感じですね。あ、いい。もうぴったりじゃん。いやー、もう完璧だわ。わ、めっちゃ綺麗じゃん。いいね。はい、どうですかね。超簡単でしょ。結局、型紙さえあれば、こういうのはすぐ作れちゃいます。なんで、まあ、型紙の用意だけしてくれればね、今まで勉強したツールで全部作れちゃうんで、で、ちょっと、リアルにしましょうか。リアルなやつを作ってみましょうか。
これ縫い目を消してちょっとオープンしてね。で、今からナイロンの生地を入れていきます。はい、勉強しましたよね。素材一覧で僕が全部素材の名前を出してる。え、何、俺なんかした？そう、でここプリセットでナイロンフェザーウェイト、これがダウンジャケットの生地なんで、このダウンジャケットのナイロン生地を入れてあげましょう。で、入れてあげて、それだけでもねちょっと変わるんですけど、はい、その前に今結構ふわって膨らみましたよね。これ割りを変えてあげるとだいぶ落ち着きます。これ割り変えたらすげえ綺麗ですよ。全部選んで今20の割りをね5に変えてあげます。これだいぶ割られるんで、ちょっとその辺はね自分のマシンと相談しながらやってみてください。で、シミュレーション、きた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 。でもこれずっとね見てられるんですけど、見飽きたタイミングでスペース押してくださいね。ってするとこう分かります、このディテール、めちゃくちゃダウンジャケットじゃないですかこれ。若干ねポケットでかいなと思う人は小さくしても大丈夫です。はい、ちょっとでかかったですね。こんな感じで小さくして、で、いや最終的にはやっぱフード下ろしてチャック止めるやつにしようか。一番ダウンジャケットっぽくない？はい、こんな感じでできましたね。はい、で、最終的にねここのピロピロしたところ、これがちょっと気になるなっていう方は裏技を教えておきます。この2つを選んで、で、プレッシャー、これをね一律マイナス側に振ってあげてください。そうするとシミュレーションした時にじわりじわりとわかりますかね。すごいな、 GPU でこのレンダー速度だったら CPU どうなってんだろうな。こんな感じでプレッシャーを駆使すれば、こんな感じで綺麗に折りたたむこともできます。マイナス5とかでも十分かなと思います。って感じで調整してみてください。せっかくなんでラフネスでちょっと変えてみたいと思います。ちょっとテカテカさせてみましょうか。ちょっと材質は黒とあえて分けて、黒の方はマットとか、こんな感じ、かっこいいね。って感じでダウンジャケット完成です。このデータをねちょっと並び替えてみようかな。はい、ちょっと整理してみました。ということでね、はい、いかがでしたでしょうか。今回やっぱちょっと難しかったかなっていう人いるかなと思うんですけど、まあ上級編なんでね、はい、今まで皆さんが僕の動画で見てきたことを活かせばですね、あんまり難しいことではなかったんじゃないかなって思います。まあ今日紹介したねプレッシャーとか、あとはエラティクス、布の伸縮性のとかですね、あの辺を使っていただくとより幅が広がるんじゃないかなと思うので、皆さんもジャケットを作ってみてはいかがでしょうか。ということで、またね次の動画でお会いしましょう。バイバイ。疲れたマジで死ぬぞ。おやすみなさい。はい、1回目のチュートリアル動画のね撮影から非常に時間が経ったんですけど、皆さんこのままじゃ終われないですよね。マダムリップピンクがパワーアップして帰ってきました。早速ね、仕上がった 3D ビュー見ていただきましょうか。これがマダムリップピンクの本気です。こちらです、どうぞ。でーす。これどうすか？めちゃめちゃクオリティ高くないですか？これ多分ね、マーベラス9のビューボードとかライティングとかね、かなりパワーアップしたおかげなんじゃないかなと思うんですけど、この、もう G ブラシで掘る必要ないんじゃないかってぐらいのこのクオリティですよ。まあこのフードなんですけど、ここもねプレッシャーで、まあ、圧力をかけてたんですけど、ここは正直表面裏面ともにゼロでいいかなと思います。最初みたいにねプレッシャーかけてると、ここがふわっとなって内側にもっこりになってたんで、ここは正直なくてもいいかなと思いますね。まあしっかり立たせたいところにはね圧力をかけておいて、まあ調整していただければいいんじゃないかなと思います。これ今ですね非常に割ってます。パーティクルディスタンス2なんで、マシンがすごい重いんですよね。うおーすごいっすね。はい、めちゃめちゃ重いです。はい、こんな感じでクソミソ割ったんでね
ていうことで、これだけ割ればマーベラスのシミュレーションだけでも十分にねディテールを入れることができるという、まあ、証明にもなったんじゃないかなと思います。まあ、正直この GPU のシミュレーション以外でねやってしまうと、まあ、終わらないんじゃないかなっていうのが正直な感想です。まあ、ぜひぜひね自分のマシンスペックとマーベラスのバージョンとねちょっと相談しながらやってほしい技ではあります。あとねこのロゴ、このロゴをどうやって入れたのかっていうと、こんな感じで入ってますけど、これね色のせいかどんだけ頑張ってロゴをデザインしてもイオングループみたいだったんで結構試行錯誤して時間かかっちゃったんですけど、このグラフィック 2D パターン、ここを押してもらうと画像挿入できると。まあ画像選ぶとね、こんな感じでどこに置くっていう感じになるんで、背中ぐらいに置いておきましょうかね。するとね、こんな感じでダイソーで働くマリクがね、プリントされましたと。これね、ちなみにクリックして、貼っ付けた後に自動的にトランスフォームグラフィックっていうね、エディットツールに変わるみたいで、で、この画像選んだ時に、この丸のトゲトゲ、三角みたいなのを掴みながらこうドラッグすると、サイズを変えれますよと。でも他にもね回転させたりいろいろあるんで、まあいじってみても面白いかもしれないですね。はい、こんな感じです。かわいい、めちゃめちゃかわいいじゃん。この入れ墨を背中にしてる人を断る銭湯はないと思う。だって可愛いもん。まあ、こんな感じでね自由にデザインすることができるっていう多分ツールなんですけど、まあほとんど使うことはないですね。お遊び程度に使うぐらいです。なんでかっていうと結局マヤなりなんなりに持ってってちゃんとテクスチャとして書くことが当たり前なんで、ここでまあ正規のデザインとして採用することはないと思います。 T シャツをデザインする時とかそういう時にまあお遊びツールとして使っていけばいいんじゃないかなっていう感じですね。で背景はねこれどうやって変えたかっていうと、このディスプレイのこれフォーマット 3D バックグラウンド、はい、ここを押すとこんな感じで色を決められるんですね。でまあピクチャーはテクスチャーフィルってありますけど、これはまあ画像入れたりとか普通のデフォルトですねって感じで変えられますと。あと補足としてね、このポケットなんですけど、僕今回ね、まあ洋服の簡単な作り方として、内側にパッて入れただけなんですけど、まあ普通に製品とかを見てみると、内側に内蔵されてることがほとんどなんで、まあチャックを開く際にはね、これが外側から見えないように、まあなるべくちっちゃくして、まあ、こんな感じでポケットの手を入れる穴から、ポケットがあるんじゃないかっていう風に見せるぐらいのフェイクでいいと思います。そんな感じでね、まあ、臨機応変に対応していただければいいんじゃないかなと思います。ということでね、いかがでしたでしょうかと言いたいところなんですけども、皆さんにここでお知らせがあります。このダウンジャケットのモデル、販売いたします。はい、今回ですね、少しでもね、楽しんでいただけるように、選べる3色用意いたしました。まあ、選べるって言ってもね、3つちゃんと入ってるんで、別にどれでも使えるんですけど、この、まあ、可愛いね、3色を使っていただければいいんじゃないかなと。ただしね、実はこれ、購入モデルではないんです。はい、大丈夫です。おかしくなったわけではございません。まあ、明らかにね購入モデルなんですけど、これあくまでチャリティーなんですね。この活動をこれからもね他のソフトウェアとかで続けていこうと思うんですけど、まあなぜかねちょっと今僕お金がない状態なんで、なぜかわかんないんですけど、まあ頭の中にはね謎の18万という数字が刻まれているんですけど、ちょっとその数字を頭に残しながらちょっとね募金活動をしたいと思いまして、まあもしこのね YouTube で僕が配信してるこの動画のサービスを応援するよっていう方は、ぜひぜひねこのモデルを購入していただきたいなと思います。まあこれはねやっぱチャリティーなんで、よくねボランティアとか募金活動とかした時になんすかね色を持たないリストバンドみたいなの配られますよね。あれと全く同じです。募金してくれてありがとうと、代わりに僕からはこの粗品をね差し上げますよっていうやつですね。なんでまあ少しでもこのデータを元に勉強できたりとか、あとはまあ楽しんでいただければいいかなと思ってます。作ったキャラクターに着せてみるのもいいですし、まあ実際にデータを触ってね分からなかったところをこう分析してみたりとか、あとはまあ自分好みに色とかデザインをアレンジしたりとかしてオリジナルなね服に変えてもらってもいいですし、まあ先ほど紹介したロゴとかを貼るツールでプリントしてみてもいいし、まあ、自由に使えるっていうデータですね。ただこれだけではいやいやいや、お前動画で紹介したやつをねただただ商品にして全然そんなの価値ないでしょと。そうですか、わかりました。ということでゲームモデルも作りました。
まあね、僕ガチガチにねパーティクルディスタンス2でガチガチに割ったこのモデルをゲームモデルとして555頂点に編集しました。なんで、まあ、これをねもし、まあ、サイズ感があったりとかして自分のキャラに着せられるようであったらゲームモデルとか VR のモデルに使っていただけるといいかなと思います。まあね、サイズが合わなかったりとかデザイン変えたいよとかロゴ消したいとかねいう方はまだ全然ね自分でやってもらっても構わないし、まあ、このね募金活動うまくいってソフトを買うようなお金がもし余裕ができたらですね、 G ブラシとかペインターとかの解説とか一連の流れとかも紹介していきたいので、ぜひぜひですね応援してください。下の概要欄の方にリンクを貼っておきますので販売内容とか詳細はそちらをご覧ください。値段はちなみに500円です。はい、ということでですね、今までですねマーベラスデザイナーの解説を主に取り扱ってきましたけども、今後まあこの語り口調というかこういうラフな感じでもっと動画投稿してほしいとかこの解説とかしてほしいとかいろいろ活動を続けてほしいという方をですね購入していただければとても嬉しいです。僕もですね合間の時間を縫って何度か動画作っていければいいなと思うので、ぜひぜひ、応援よろしくお願いします。ということで、次回の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。おやすみなさい。